国のトップリーグでプレーしてるっていう経歴は、アジアでいろんなチームでプレーしてる選手っていうのはアジアの次の国にステップアップしていくっていう。どうも、田代チカラです。今回はですね、動画の方にいただいたコメントで、モンゴルってサッカーのレベル低そうっていうのがありました。FIFA ランクで言えば日本は28位でモンゴルは190位なんで、まあ、当然レベルは低いです。今年の10月にワールドカップ予選もありましたけど、日本対モンゴルは6対0で日本が勝ちました。なので日本から比べればモンゴルは当然レベルは低いですし、世界的に見てもまだまだ低い位置にある国だと思います。僕自身2017年に1シーズンモンゴルでプレーしたんですけど、今回は現地でプレーすることで感じたモンゴルでサッカーをするメリットを2つ紹介しようと思います。今回の動画も参考になった、面白かったっていう方がいれば、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは話していこうと思います。モンゴルでプレーして感じたメリット、その1なんですけど、国のトップリーグであることです。まあ僕自身プレーしたのがモンゴルの一部だったんですけど、その下にも2部3部ってリーグはありますが、まあ基本的にモンゴルリーグで日本人がプレーしているのはトップリーグですね、一部リーグです。一部リーグでプレーすることでどういうメリットがあるかっていうと、アジアの中で移籍をするとき、移籍先を探すときに、国のトップリーグでプレーしてるっていう経歴は結構大事だったりします。なので FIFA ランクに関わらず、国のトップリーグで1シーズン戦って何試合出て何点取ってっていうのはすごく意味のあることだと思います。モンゴルから日本にっていう移籍はなかなか難しいと思いますけど、モンゴルのリーグで活躍してアジアの中でモンゴルよりもレベルの高い国にステップアップするっていうのは可能性のあることだと思います。またトップリーグなので、優勝チームにはアジアの国際大会に出るチャンスっていうのもあるので、そういうのもモンゴルでプレーする一つのメリットかなと思います。モンゴルでプレーすることで感じたメリット、その2ですね。国のトップリーグなのでテレビ中継もあります。モンゴル自体が結構プレミアリーグをリスペクトしてて、映像の撮り方とか中継の仕方がそういうプレミアリーグをすごく参考にしています。アジアでいろんなチームでプレーしてる選手っていうのは、お金を払ってプロの方に自分のプレイビデオを作ってもらってる人もいますが、自分でプレーの映像を編集したりして次のチームを探すための材料にしてることがあります。僕自身も自分のプレイビデオは自分で作ってます。モンゴルのリーグではそういうプレイビデオが結構いいビデオというか、撮り方がしっかりしているので、ボリュームのあるプレイビデオを作ることができるというメリットがあります。そこでいいビデオを作ってまたアジアの次の国にステップアップしていくっていうことが可能になるかなと思います。今回はですね、モンゴルでプレーするメリットを2つ挙げさせていただきました。まあ基本的には FIFA ランク190位と世界でも相当下のレベルの国です。ただ国のトップリーグでプレーして、そこで結果を出していいプレイビデオを作って少しずつステップアップしていくっていうのは可能なので、日本でプロになれなくてもアジアでステップアップしていくときに、最初にモンゴルのチームでチャンスをつかんで、そこからステップアップする道っていうのも一つの手かもしれません。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。